はい、皆さんこんにちは。カジ社公式 YouTube チャンネルカジムービーナビゲーターの安藤です。今日もまたなんですけど、東京湾横須賀のシティマリーナベラシさんお邪魔してます。そして今日もまたなんですが、こんにちは。こんにちは。どうもベラシスユニマックプレッシャーズの小池さんです。はい、終点販売部の小池です。よろしくお願いします。また会っちゃいましたね。また来ちゃいましたね。つい来ちゃうんですよすいませんね。はい、まあ、またちょっとね、紹介したいボートが はい、あるということでお邪魔しましたが、今日もまた特徴あるボートお願いします。はい、こちらはですね、ニュージャパンマリン、NSC265 はい、をご紹介したいと思います。これ出ましたね。出ましたね。やっぱり最大の特徴といえばこのボート、双胴船カタマランと呼ばれるタイプの船となっております。カタマランですね。これボートとかこうなかなか馴染みない方だとあれなんですけど、こう要は船の胴体が2つに分かれてるってことですね。そうですね。じゃあちょっと早速ね、お邪魔させてもらって、はい、これあれですね、船外規定なんですね。こちら船外規定となっております。今回はホンダの250馬力、250馬力、パワフルなエンジンを乗ってきました。これはでもこのボート、じゃあ早速お邪魔しますね。はい、はい、このボートはどういったあの目的というかターゲットのデザインなんですかね。そうですね、やはり釣りを目的としております。はいはいはい、カタマランモート、ボートの双胴船の船の最大の特徴である横揺れに強い、はい、あなるほどね、こう平たこう2個で押さえてる。そうですね、うんうん、なのでこの自分のこのワークスペースでも、はいはい、波に揺られるのも抑えながらしっかりとキャスティングしたり、はいはい、釣りを楽しめる船となっております。なるほどね。でもここら辺もやっぱりもうすごく広々としてますしね。そうですね、やはりこのワイドに使えるというのが大きな特徴かなと思います。なるほどなるほど。船全体の特徴としてはウォークアラウンドで前と後ろを行き来できると。はい、ここね、では実際とこれでも通路も広いですね。そうですね、もう横にならなくても全然いいじゃなくて、はい、でこれまたそうだ、カタマランだと前が狭まってないから ここも前も広いわけですね。そうですね。あ、そっかそっか。で結局ここに一つここに一つあって、この間も渡されてる感じですね。はい、これもまたいいですね。キャスティングとかもするのもすごくいいでしょうし、はい、ここ多分3人とか全然平気ですもんね。全然大丈夫ですね。はいはいはい、はい、じゃあこちらのアフトデッキスペースですね、はい、まあ、カタマランならではの2箇所に、イケスがついているという。2箇所、はい、おお贅沢だな。そうですね、まあ、やはり船の体が2つあるのでこちらに1つと、はい、で左舷側にも同様にこちらにも一つと、何でもダブルですね、はい、でとなるとその後ろのこれは物入れですか。物入れですね。バッテリー用にもなっておりますので、基本バッテリーとそっちバッテリーですね、はい、こちらもバッテリーとでこちらの船のボディにもバッテリーと。小池さん、これやっぱりフィッシングボートということでね、やはりこちら、はい、ツーステーションつけております。ついてますね、はい、キャビンの中での操船だけではなく、やはりこういったワークスペースから操船してキャスティングして、はいはいはい、もうすぐ船から、あの船で細かく動かしながらねっていうのがやっぱり便利な道具ですね。はいはいはい、はい、じゃあ NSC265、今度船内お邪魔しましたが、これやっぱ固まらんですね。265なのに、はい、広い、横が幅が広い。そうですね、先ほどの外のブルワークの幅なんかも人が通れる容易さがあるのにもかかわらず、このキャビンの中の広さというのはやっぱり固まらんならではですね。なるほどね。でこれこのハウス内なんですけど、これちょっと僕気になったんですけど、ちゃんと中にこうね
化粧がね、そうですね、ちゃんと施してあって、はい、あの FRP というかね、それがサラで出てないからちょっとまあやっぱり高級感というかね、気使ってるなという、はい、柔らかい感じの、はい、はい、船になっておりますね。それとなんかこうやっぱりこの操船席座ってみると、このやっぱりこうバウの景色はね、ちょっと普通のモノハル、あの単動艇とはまたちょっと違いますけど、もうなんか見るからにやっぱり安定して走りそうな雰囲気ですね。そうですね、この横幅のサイズ感と横揺れのなさというのはやっぱり大きな印象になりますので、はい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 、でこの中にいてもここら辺は窓は開くしということですね、はい、暑いなーなんて時は窓も開けることができます、はい、そうですよね、はい、まあ、これ基本的には操船座ってする形になると思うんですけど、はい、まあ、ちょっと僕ぐらいだとな、ちょっと立って踏ん張りたい時だとちょっと腰痛いな。そうですね、安藤さん、この下の床が、はいはいはい、取り外し可能ですので、もう少し高さ、高さも調整できるわけですね、はい、あ、簡単に上げれるんですね。そうですね、はい、でこれをまあ、あ、本当にこれちょっとフローメン、あー、これいいですね。そうですね、そう、僕結構ね立って操船する時多いんで、うんうんうん、ちょっとね海が波高い時なんかはちょっと踏ん張りたい、ね、やっぱり踏ん張りたい時なんかこういうこの板を外していただいて、はい、操船もできる。はい、これで一番船首方向にまあちょっとしたね横になれるスペースもあって、はい、物も置けますしね、ここだったらね。そうですね、バウのギリギリまで物入れのスペースもありますので、これそう、横に釣り竿とかも置けますね、これだったらね。そうですね、ただこれちょっと暗いな。暗いと思いきやここも上が開きますので最高性はしっかりと取れます。風も通るし明るいし、はい、あー、この気持ちいいなここで、ね、風通っていいですね、はい、休憩にもいいスペースですね。はい、はい、ではこちらがトイレとなっております。操船席の前のスペースですね。そうですね、はい、こちらがトイレのスペースとなっております。じゃあちょっとお約束なんですけど、またトイレに入ってみたいと思います。お、結構広いな。はい、トイレこんな感じで、これね意外と捕まるとこついてていいですよ。はい、小池さん、今日もまたあの面白いボート紹介ありがとうございました。ありがとうございます。このカタマランボートね、なかなか少ないですけど、あの個性的で、はい、やっぱこういうの面白いですね。そうですね、やはりこの釣りのためのカタマランボートかなと思いますので。釣りのためのカタマランボートね、はい、カタマランならではのいいポイントも、まあでもさっきおっしゃってたように揺れない、揺れにくいっていうのはね、やっぱり魅力ですよね。そうですね、でこれをやっぱりおすすめはフィッシング、ズバリ。そうですね、この広い幅も、はい、広いカタマランならではのワークスペースですね、こちらが最大の特徴かと思いますので、はい、そういった方にはもうぜひおすすめしたいと、おすすめの一定となっております。わかりました、いやありがとうございました。ありがとうございます。こちらのボート、あのご興味ある方いましたらこちらまで